Google の温暖化対策をサポートするプラットフォーム、エンバイロンメンタルインサイツエクスプローラー EIE は、Google の地図データとモデリング技術を使用して、建物と交通由来の温室効果ガス推定排出量と太陽光発電による温室効果ガス削減予測量を算出、公開し、誰もが自由にアクセスすることができるようにしています。このツールを使えば、データやインサイトに基づいた温暖化対策や啓蒙活動が可能となります。例えば、横浜市では EIE を使った教育活動が実施されています。横浜市は2018年に国内でいち早く2050年までの脱炭素化を目指すゼロカーボン横浜を宣言しました。脱炭素化の実現には省エネにつながる製品・サービスの選択やゴミの削減などお一人お一人の行動が不可欠です。そして未来を担う子どもたちには地球温暖化をより身近な課題として捉えてもらうことが重要です。横浜市は令和2年度から市内の中学・高校や大学で EIE を活用した授業を行っています。地球温暖化の原因となる温室効果ガス、これは目で見ることができませんので、なかなかこの子どもたちが実感をするということが難しいという課題がありました。 EIE を使うことで二酸化炭素の排出量というのを視覚化して見ることができるということで、非常に理解に役に立つという効果があると考えています。こうした事業を通じて具体的に自分たちが何をしたらいいかというところまで一緒に考えることができたということが、次の行動につながっていく大きな一歩ではないかなというふうに考えています。 EIE を通じた子どもたちの学び、市民の皆様の実践、そして公民連携による取り組みの推進、横浜市はあらゆる取り組みを脱炭素化の実現に向けた大きなムーブメントにつなげていきます。 Google は都市による地球温暖化対策をデータとインサイトでサポートします。